こんにちは。のだめ英語バージョン第6巻だから英語を紹介しますね。147ページです。千秋がボソッと言っています。ディスクロージャー、バレたっていう風になってるんですね。このディスクロージャーっていうのは暴露とか発覚っていう意味なんです。